皆さんこんばんは。毎日暑い日が続きます。子どもたちも水泳、ドッジボール、バレーボール、みんな忙しい日を送っています。少しずつ好きな曲、弾いてみたい曲を楽しくドレミの音名で歌いながら弾くことで絶対音感も徐々に身についてきます。ドミソ、ドファラ、シレソ、主要三和音で簡単に伴奏付けができるととても便利です。波長調ならドミソ、ドファラ、シレソ、シファソ、簡単な曲に伴奏付けができると演奏の幅も広がります。左手で和音を押さえてみる、これはとても演奏の表現力、伴奏付けにも覚えていてほしいことです。今日は猫踏んじゃったおもちゃのチャチャチャを弾いてみます。子どもたちの興味、好奇心を高め、遊びながら学ぶことも大切です。ピアノに来るのが楽しい、楽しみながら学ぶことも大切です。おもちゃのチャチャチャ、猫踏んじゃった。ミュージックオン。簡単でよく知っている曲、いろんな学校や保育園で習う曲、好きな曲、興味のある曲を楽しく弾いてみることもピアノ大好きになるコツです。明日も楽しいレッスンを。良い子の皆さんも少しずつ鍵盤に触れる習慣を身につけてくださいね。きっと弾けるようになります。ヘ音記号の1、ト音記号の1、少しも怖くはないのである。明日も楽しいレッスンを。